世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。ゲームを作っている時によく陥る問題があるんですけど、新しい技とかスキル、こういったものを実装する時にやっぱりポジティブな面から作り始めることが多いんですよね。例えばめちゃくちゃかっこいいとか、映えるとか、この技めっちゃ強えな、使いたいな、そんな感じの要素をどんどん盛り込んでいくことになるので、出来上がった技がねめっちゃ強えってなることがあるんですよね。もうほぼほぼぶっ壊れの域までいってるみたいな。でそこからナーフというかね、まあ、ナーフって言っちゃうとちょっと悪いイメージあるんですけど、いわゆる適切な強さに抑えていくというプロセスを経て一つの技が出来上がるっていうのがまあ一連の流れになるんですけど、この順番自体は全然間違ってないと思ってて、むしろ最初にねそのポジティブな面から作っていくこと、まあ、いわばその技にロマンを詰め込みまくる、こうすることによって最終的なバランス調整を終えた後もね魅力的な技になるんじゃないかなっていうふうに考えてるんですけど、今回はねそんなぶっ壊れ技といいますか問題児、擬人化するとね多分大丈夫、僕最強だからとか言ってそうな元気すぎる振動をね少し手を加えて適切な強さに持っていきたいなと思います。これねすごい昔からある技で、Q プロジェクト時代僕が一人でねちまちま作ってた頃からあるお気に入りの技なんですけど、武器転送魔法っていうのがあるんですよね。このゲームでは武器を投げるっていうアクションがあって、その投げた武器を回収するための魔法なんですけど、これねとにかく発生がめちゃくちゃ早いんですよね。いわば術式順転青による瞬間移動ばりに便利な技なんですけど、しかもただ回収するだけじゃなくて、こんな感じで攻撃モーションの予備動作の中でね回収するっていうこともできるので、その武器を投げることによるデメリット、手元から武器がなくなってしまうっていうデメリットがほぼ完全になくなっちゃってるんですよね。だって投げた後の次の攻撃の予備動作途中で手元に戻ってくるわけですからね。まあもちろん NP を消費するとかそういった細々としたデメリットはあるっちゃあるんですけど、それにしてもやっぱり便利すぎるよなっていう風にずっと思ってたんですよね。そこで瞬間移動の方式をちょっと変えようかなと思ってまして、現状のこの魔法っていわばハンターハンターの放出系能力者、レオリオとかレーザー戦でボクシング挑んできたモブ的リングに信じ書いて能力強化してたやつね、あいつらがやってるような純粋に空間をね瞬間移動させるみたいな感じの能力なんですけど、これをとある媒体を通して瞬間移動させようっていうことにしたんですよね。その媒体が何か、多分このチャンネルよく見てる人だったらねわかると思います。そうです、僕が常日頃言ってますよね、大地信仰とかちぎりとかいろいろ言ってきましたが、大地を媒体として武器を転移させるっていうことですね。投げられた武器が大地に吸収され、それがプレイヤーの足元からね生えてくる、まあ、それを収穫するような形で引き抜くと。現実世界でも大地信仰は農耕のメタファーになってますからね、ぴったりだと思います。これが新たな武器転送魔法、その名を地続きと言います。こうすることによって発生が早すぎたっていう点を解消しながら、世界観に沿った形のアクションへ昇華させることができたかなと思います。とはいえね、至らぬ点も多々あるかなと思います。例えばこれモーションなんですけど、実はちぎりと一緒のモーションなんですよね。リソースを使い回してるというね、これもちょっと違う感じのモーションにしたいですし、欲を言うとね、テニスの王子様の大石先輩がカラカラムーンボレーっていう技やるじゃないですか。あんな感じのイメージで、なんかこうカラカラカラって地面を引っかきながらね移動しながら武器を手元に戻してくるみたいな、ダッシュしながらカラカラで転移させてそのままダッシュ攻撃につなげるみたいなね、そういうながらアクションに昇華させればもっと映える技にできるんじゃないかなというふうに考えております。大元となるね大地を媒体として手元に武器を戻してくるっていうところはおそらく変わらないかなと思うんですけど、その他の部分ですね、皆さんのコメントも参考に検討していきたいなと思ってますので、もしよかったらね何か意見感想等書いていただければなと思います。それでは今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。